れ様でした。お疲れ様でした。2日間撮影終わりましたが、はい。率直に感想をお願いします。でもなんか2日間で短かったんですけど、すごい濃い写真ばっかりで、一枚一枚すごく素敵な写真が撮れて、はい、全部表紙候補みたいな表紙候補になってもいいくらいすごい素敵な写真を撮っていただいて、すごく嬉しかったです。はい、今回12月25日発売のクリスマス号のサムラの表紙をやらせていただいてるんですけど、そうですね、クリスマスの思い出は、私は家族がすごく仲が良かったので、クリスマスは絶対に家族で過ごす日を、まあ、24日か25日どっちかは家族で、家でケーキ買ったりとかしてました。で、まあプレゼントも小学校6年生までサンタさんを信じてて、お姉ちゃんにバラされて泣いたっていう経験はあります。はい、でも毎年、でもやっぱり高校生になってもクリスマスが来るのがすごく楽しみで、クリスマスツリーをもう11月ぐらい末ぐらいに飾ってたりとかしてました。結構大きなクリスマスツリーでいろんなものを飾って、電飾もつけていろいろやってました。はいはい、今回私の写真集が出ることになりました。イエイ。今回の写真集は結構一枚一枚がすごく、なんだろうな、すごく濃い内容になってるので、また違った私が見れるんじゃないかなと思います。はい、ぜひ買ってください。ぜひ見てください。バイバイ。